トロマリラ地域で、一つの高級レストランの一つであると思うんですけど、なるべくですね、新鮮な食材、例えば、日本から空輸された本わさびなんか使ってますね。なるべく日本の正しい食べ方とか、ですね、あんまり味を変えたりとかしないようにちゃんとした和食を提供できるようになるべくのお客さんに伝えれるようにしてますね。もちろん全て全部好きなんですが、ですね、まず生で食べれるの前提に作ってる刺身とか、もちろんね、焼いても美味しいと思いますし、揚げても美味しいですし、まあ、煮ても美味しいですね。なのでやっぱり日本料理はまあ、もちろん料理人やってるんで大好きです。そうですね、休みの日にやっぱり市場に行ったりとか、ですね、まあ、食べ歩きですね、あとまあ本を読みたりとか、あとまあ料理人の友達同士の交流などもいろいろ話したりとかですね、まあ、あとまあそれでいろいろ勉強してます。薬味のスペシャルはですね、お客さんにやっぱ喜んで帰ってきてもらえるように、いいサービスといいフードを心がけていきたいですね。